曜日になります。料理を作りました。トロトロトロピカルアヒージョでございます。美味しくないな。突っ込ませてそれを豚肉で巻いたっていう。突っ込ませてっていう。キックは牛料理でと来てたというわけなんですけども、はい、実はですね、アロマさん、はい、ドッキリ今回仕掛けてまして、気づきました？ドッキリ？はい、あのですね、ドッキリ、うん、まあドッキリ、あの失敗したんだけど、そもそも、ああ、見て見て、これこれあ、なにこれこれ見てますね。あ、なんか見たことある、こいつさあ、うん、じゃあ早速ね、アロマのためにですね、肉料理を作っていきましょう。と見せかけて、デレシシシシシシシ、今回はあのアロマにドッキリも仕掛けちゃおうかなと思います。イエーイ、デレシシシシシシシ、ドッキリ、ババーン。はい、昆虫です。いや、そこでテンション下がるんだよ。虫です。料理に入れて、うん、あいつが気づくかっていうドッキリも、なので、うん、今回ね、僕が仕掛けます。あいつの料理にだけちょっと虫を入れてみようと、うん、はいはいはい、それでちょっと気づくかどうかっていうところで、うん、なんですけど、さらにですね、出来上がりの際にそのチンした後にトロピカルフルーツを1個乗っけようと思います。というわけで、まああとは盛り付けなんですけども、僕はここでこいつを使っちゃおうかなと思います。やっぱね、言うても僕は美味しく食べてもらえるんで、見てください、これ幼虫です。これまさに幼虫人物になっちゃってね、この切れ込み入れて、こん中に仕掛けたら割と分からんちゃう。こうすれば多分バレない。これで、完成でございます。じゃあ、こちらアロマさん、おー、そこに入れるんだ。はい、トロピカル入れるんだ。抜けるかな、これ。うわ、これはまだ無事。どれ無事ですか？これ無事まだ。あ、うん、これ見てますね。あ、なんか見たことある、こいつこれ幼虫だね。これ混入してるんですよ、これ。異物混入じゃん、これ。なるほど、見事食べずになんか転がって俺は横で見てたけど、この上のトロピカルいけるかい、これ。俺はいけんじゃないですか。いけるかな、これ。しまった、甘かったか。接着が甘かったんじゃない。いや、もうちょっと他の方で入れればよかったかな。というわけで、まあ今回ちょっと失敗しちゃいましたけど、え、成功してるんだよ今日は。え、どういうこと実は成功してます。え、はい、来ました。はい、撮影前に、うん、俺ら二人ね、こう先に来て準備してるわけなんですけども、はい、アロマさんにドッキリを仕掛けるっていう体らしいんですけど、うん、はい、まあそれを提案してきたのが、まあ、FB さん、今日あいつにドッキリ仕掛けるぜ、はい、ちょっとあいつ調子こいてるから調子こいてるから、あいつちょっと最近気に食わないんだよ。そうなんだ、うん、だからマジで痛い目に合わせないと俺の気が済まなくて。あ、そうなんですか、はい、FB に逆ドッキリです。はい、まああのアロマにね、あの虫を食わすとあいつは息巻いてましたけれども、うん、そうだね、そう、そう言ってるあいつに食わせようぜ。ああ、虫、俺らが試食の時にあいつが食うところにこうやってスーってこうだ、しめしめと思ってるけど、うん、やられるのが FE さんと。そう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 、あ、なんでね、この後ちょっとね、撮影やっていきます。はい、うん、皆さんよろしく。バーイス。はい、今回のドッキリですけれども、はい、実はドッキリにドッキリを重ねたダブルドッキリだったんです。みんなでアロマに虫をけしかけると見せかけて、実は虫を食べていたのは FB さん。マジ？食べさせてました。こっちにってこと？
あ、俺はもう、ま、モロに入ってた。これだ。はい、じゃあ、FB さんのためにこの雲を用意したんで、これをね、あの粉末状にして、僕の唐揚げにかけようと思います。混ざるかな、ちゃんと。雲舞ってる。お菓子だとなんで胡椒2種類あんだろうと思って。これ何？え、それはもう雲を砕いてる。雲唐揚げじゃん。下した雲を。雲揚げじゃん、雲揚げ。全然気づかなかった。いや、こう見てもね、正直ね、なんか FB のにかけるとき、バサーって言うの。急にさっきまで掴んでたところと違うところ。確かにジャックバランだな、こいつと思ってたけど。ぶっきらぼう店主のぶっきらぼうさ。いやー、でも逆にこれで気づくかなと思ったんだけど、うん、なんかおかしいなって。どう、雲っぽい？いや、わかんないこれ。リアルわかんないやつ。リアルわかんない。ちなみに、キックのやつも入ってたんでしょ？うん。あ、だから、あの、爪で刺さってたんだ。あ、そうです。あ、そう、あれはそういうものだったのか。そう、あれ、目印。わかんなくなったら一番終わるから。じゃあ、ちょっと、その時にね、動画撮ったんで。よし。OK？ はい。じゃあ、この虫を。はい。これなんだ、バッタかな？バッターっぽいですね。虫全然見えない。下手すぎない。エオフヨだ。あー、でも入ってるわ。うわー、ま、ど真ん中に太陽ってね。コアじゃん。ま、もうコアですよ。完璧にコアじゃん。うん、うマジか、マジで気づかなかったぞ。どれかわかる。そういうしても撮るの下手すぎない。めちゃくちゃ下手だったな。いや、これなんか竹串やった方がいいんじゃない。ああ、で、これで刺したんだ。ああ、そうそうそう、これで刺すっていうね。ああ、なるほどね、はい、何入ってたの、あれ。あれ、バッタかな。バッタだね。バッタがコオロギかわかんないけど、ああ、どっちかわかんない、うん、それ系です。え、丸々一匹、丸々入ってました。あのね、うん、全くわかんない。ま、マジ。あの、それに関しては1ミリもあれはない。あ、そうなんだ。覚えはない。里芋の中に入って、いや、なんか1匹丸ごとこうやって入ってた。あ、まあ、それわかんないんじゃない。なるほど。こんな感じです。ということは、ドッキリは成功です。っていうかさ、これ思ったんだけど、うん、虫食べさせられるよりこれ食べさせられた方が。そうそう、でもこれ、これ一品そのものがもう罰ゲームだよ。これの方がまずいっていう、うん、そうだね。はい、というわけで今回はね、はい、ドッキリにドッキリを重ねるダブルドッキリでした。はい、ありがとうございます、はい、よかったんじゃないですか。まあ、そうですね。ね、はい、エオは普通の唐揚げ作るし。俺それどうかと思うよ。本当に美味しい。どうかと思うよ。